はい、まなみさんよろしくお願いします。お願いします。まず自己紹介お願いします。はい、スタビットの向井まなみと言います。会社ではマナミって呼ばれていて、今は、メディア事業部の旅ポドットネット編集部の、責任者をやっています。なのでコンテンツの企画だったりとか、まあ、特集の制作だったり、まあ、PR のディレクションだったりみたいな、いろんなところを見ているっていう形です。お願いします。お願いします。今回の企画が旅人に日本のおすすめのスポットを聞くっていうことで、マナミさんのおすすめの旅先を教えてもらいたいです。はい、もうすごいいろいろあるんですけど、一番最近好きなのは熊本で、ほぼ毎年行ってます最近は。熊本の中でどんなところがおすすめですか？熊本のおすすめスポットが3箇所あって、一つは阿蘇。これ結構有名どころで行ったことある人も多いかなと思うんですけど、めちゃくちゃ大自然が広がってる、まあ、とにかくこう心がオープンになるようないい場所です。でもう一つが、黒川温泉で、これも結構有名なんですけど、すごい、温泉街となんか情緒のある雰囲気の中にいい宿がたくさんある温泉のエリアで、3つ目が天草っていう熊本のちょっと海側にあるなんて言うんだろうな、町みたいなところでイルカが見れることで有名で、一緒にこう船で行ってイルカがこうバーッと泳いでるのを横でしっかり見られる、結構な数が見られますって、なかなかできない体験ができる場所ですね。でおすすめです。はい、こう熊本ってそれ以外にこう食べ物も美味しいイメージとかがあって、うんうんうん、なんかそういうのを踏まえてどういう風に回ったらいいよとかってありますか？そうですね、よくするのは、熊本市内に一泊して、その中でまあ車を借りてレンタカーだったりとかで阿蘇まで行って観光する。でもう一泊は黒川温泉でちょっといい宿に泊まっていい食事といい温泉を楽しむみたいな過ごし方がおすすめですね。で天草はちょっと遠いので、まあ、例えば別のプランで組むか、もう一泊追加して熊本市内からそれもレンタカーで行くかとかっていう過ごし方がおすすめです。食べ物ですよね。美味しい食べ物でいうと馬刺しがやっぱりおすすめで、東京だと結構高くてなかなか買えないですし、そもそもどこで売ってるんだみたいな感じだと思うんですけど、熊本だと、まあ、居酒屋だったりとかレストランみたいなところでも売ってるし、なんかこう馬刺しの何て言うんですかね、流通センターみたいな専門店みたいなところがあるので、そこで買って、まあ、お家で楽しんだりとかホテルで楽しんだりみたいな食べ方もおすすめです。ありがとうございます。はい、それじゃあ最後に国内旅したいっていう人に向けて一言アドバイスをお願いします。はい、そうですね、今年はやっぱ海外が、ね、すごい好きな旅好きの方もなかなか行けないと思うので、まあ、国内も行ったことない場所だったり魅力的なところがたくさんあると思うので、旅のエチケットを守りつつ GoTo を使っていろいろお得にいろんなところを巡ってほしいなと思ってます。ぜひ旅ポドットネットを見ながら旅先を決めてもらえればと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい。